ひげ連合の刺客たちを退けたことで、麦わら白ひげ連合は存在感を高め、ティーチに操られることを恐れた海賊たちは進んで麦わら白ひげ連合に対して協力を申し出るようになっていった。一方ティーチは計画を実現するためにルフィと白ひげが最も邪魔になると考え、それぞれに刺客を放ち続ける。そしてまた新たな刺客がルフィたちに襲いかかる。敵が奇襲してきやがったぞ。奇襲？まだ食事の途中なんですが。囲まれる前にここから出るのじゃ。急げ。え、ちょっと待ってください。俺としたことが油断してたぜ。逃げ遅れた者がおるようじゃな。上手がいねえな。他にも何人か見当たらねえやつがいるようだ。あの者たちがいる場所はすでに包囲されておる。敵もなかなかやるようじゃな。そりゃあそうだろうぜ。見ろ、鷹の目が嫌がる。あの小僧までティーチの軍門に下りやがるとはな。攻めてきたのはやはり黒ひげの手下どもなのか。敵の中に俺んとこのビスタが嫌がるからな。ティーチに操られでもしなけりゃ敵に寝返るはずはねえよ。ビスタも気になるが、まずは逃げ遅れた連中の救援だ。野郎ども、戦闘だ。野郎ども、敵軍を撃退するぞ。まずはジョズたちを救出して体勢を立て直せ。そう簡単にはやらせんぞ。お前ら攻撃を始めろ。早く敵の包囲を崩さねえと手遅れになるぞ。急いで
ビスタとタコの小僧を倒せ。合流地点を確保するのじゃ。みんなついてまいれ。
は出てきたな。よし野郎ども、あとは合流地点の確保だ。急げ。射程範囲だ。敵は合流を目論んでいる。各部、我らも出るぞ。了解じゃ。たかの目のお出ましか。合流を急いだ方が良さそうだ。出番ですね。剣士の血が騒ぎます。あ、騒ぐ気がありませんでした。早く皆さんと合流しなくては。Yeah!
ハンタさん、パンチ見せてもらう。そなた化石にされたいか。よし、ここから巻き返すんだ。よしよ。向こうにはまだ鷹の目の野郎もいる。奴の動きはどうも妙だが。よっ、止めろ。よっ、打ち取れ。おい、鷹の目。ティーチは俺を信用していなかったが、あの面で意外に鋭いじゃないか。これはゾロさん。まじゃねえか。俺は海賊王になる男、天下無双の海賊だ。鷹の目、おめえ正気なんだろう。俺たちに手を貸す気はねえか。ゴムゴムの。それはお前たち次第だな。手を貸す価値があると証明できるか。証明だと？そのもんは自分で見極めろよ。うちの連中で試してみたらどうだ。それぞれ敵を引きつけてばらけさせろ。ゾロさん、私がきっと正気に戻してみせますからね。
何を言ってんだ。真剣に戦わねえ。死ぬぞ。そうだな。退屈はするまい。交渉成立だ。行くぞ。よし、野郎ども、敵の本拠地を攻めるぞ。しい戦いを続ける気か。うるせえ。ヤツほどの弾力をもってしても呪縛は解けぬか。ならば荒領事を試みるほかあるまい。簡単にはいかねえな。ゾロさんが元に戻った。麦わらは敵だ。くそ、撤退する。ゾロ、まあ焦ることはねえ。あの男もビスタもそのうちまた姿を見せるだろうぜ。俺は海賊王になる男だ。
ビスタは行っちまったか。ゾロにも逃げられた。せっかく会えたのに。鷹の目、おめえは最初から正気だったのかよ。あんな男などに操られはしない。だが操られたふりをしてティーチんとこにいたわけだな。じゃあやっぱゾロも黒ひげに操られてんだな。黒ひげのやつ許せねえ。なあ、ゾロが行きそうなとこは知らねえか。奴らが向かったのは砂漠の島かもしれん。保証はしないが。本当か。なあ頼む、そこに連れてってくれよ。俺からも頼む。構わんが、その島には相当な兵力が集中しているはずだ。貴様らとて無事では済まぬかもしれんぞ。うららららら、ら誰に言ってやがる。兵力が集中してる。一気に叩けりゃ好都合だぜ。鷹の目、案内役を引き受けてくれねえか。白ひげ直々の要請とあらば無下にもできんな。先導するからついてこい。すまねえな、すぐに出発しようじゃねえか。